こんにちは。今日2月の3日でですね、一応これ2本目ですね。2本目の動画です。時間はですね、こちらの時間で夜の10時を回ったところですね。ですね、こちらは、コールマンのですね、テーブルランプね。正式にはですね、これは、CQ ランプと呼ばれているものですね。コールマンクイック、ライトですね。だいたいこのあたりはですね、年式にしてですね、1920年前後ですね、製造が。そしてですね、これはですね、結構ランプの中でも、ですね、かなり球数はですね、まだまだ、出回ってるタイプですね。特徴はですね、このニッケルプレートですよね、されたタンクですね。これはですね、手前のは上のバーナー部分がですね、取り外されてますけれども、そしてですね、ちょっとこう入りづらいですけれども、こちらは、バーナー部までついたですね、完成品というか、一式揃ったものですね。これですね、両方とも CQ なんですけれども、実は微妙な、ですね、違いがあるんですけれども、先日、数日前ですね、242ランタンのですね、そこがズボッと、抜けてしまいましたなんていうですね、件についてですね、少しこう、お話をさせていただきた、その何でしょう、流れで、ちょっとこうまたタンク系のですね、お話をちょっとしようかなと思いました。これですね、両方とも、CQ、ランプですね。で、特に、点火方法にですね、お互い何か違いがあるかというと、もちろんこれ全くなく同じですね。これプレヒートしてあげて、つけるタイプですね。ですね、ここ、ガスキャップですよね。で、これももちろんこれがガスキャップです。若干ですね、数年の何でしょう、製造都市によってはですね、ここのですね、ガスキャップのこの上についてる部分ですね、これ今ね、ちょっともう古いものなんで、こう固着しちゃって、手ではこう回らないんですけれども、こんなポンプを使って、加圧してあげるときにですね、ここをちょっとこう緩めると、ですね、この空気がこう入っていきますので、この部分ですよね。若干こうデザインが少しですね、違ったものなんかありますけれども、これも、今こちらとこれですよね。よく見ると若干ここのデザインとですね、ちょっとこう丸みゲージが少しこう違う感じですよね。あとはこの、ですね、六角の、ガスキャップ本体は基本同じですよね。で、これですね、六角のこの、ガスキャップなんですけども、これこんな古い感じのものが、あってですね、こう、ちょっと開けるんですけども、これは実はちょっとこう合わないんですよね。ちょっとスカスカして大きいんですよね。そしてですね、今、この、3分の4インチという、いかにもこの 入りそうなサイズなんですけども、ここもね、実はね、これ入らないんですよね。微妙に。それなんで、これ結構ね、意外と本来であれば、今こう、インチサイズのですね、これレンチでこう、クッとこれが入ってですね、回せればいいんですけどもね、
微妙なですね、大きさの違いですね、まあ、この辺りの手持ちにあるものは入らないんですよね。それなので、まあ、この手の、ですね、可動式の、レンチで調整してですね、こう回す感じがですね、ちょっと個人的にこれあんまりなんかこう好きじゃない部分なんですけれども、あとはこれ固くこう閉まってる場合ですね、こう意外と力を入れた時にこう開かなくて急にグッと開いた時にですね、意外とこうタックを傷つけてしまったりなってこともあるので、なんかそこがですね、ちょっとこういつもこう歯がゆい思いをする場合がありますね、これに関してはね。話がねちょっとそれて、まあ実はそれてるんですけども、この動画でですね、ちょっとお話したいことはですね、まあ、今言った、これらの点ではなくてですね、本題はですね、これとこれの、ですね、違いはですね、この底を見ていただくと、ここですね、これおへそがポチンとこれついてます。これは元からのものですよね、こうなってますけれども。して、こちらはですね、こんな感じですね。これ修復、これした跡があるんですけども、ここ半流れてね、ついてよく分かりづらいかと思うんですけども、これはですね、六角のネジですね、結構大きめの六角のネジがもともとはここら辺にこう、まあ、突き刺さってるみたいなタイプでですね、この大きく分けるとですね、この2つですよね、今の部分の違いっていうのが実はこれあるんですね。それでですね、これがですね、ある意味良い例なんですけども、このおへそタイプですね、おへそのポッツンこのタイプですね、どうでしょう、今そうですね、このまさにおへそですよね。そしてそれに対してこの六角ネジの方の部分、ですね、まあ、これはまあ論より証拠というかですね、この六角の、ですね、ネジがこう収まっているタイプの方はですね、意外とですね、このチューブなんかをこう、引き抜こうかなとかですね、まあ、なんかこう目障りしているので分解して、まあ、なんとかしてやろうみたいなことをですね、ここで見るとですね、意外とここの部分がやられてですね、リークですね、燃料漏れを意外とこう起こす可能性がこちらはあるんですよね。ですので、これもですね、おそらくこれ持ってた、まあ随分前の話になると思いますけども、まあなんかこう調子が悪くなってですね、まあいろいろいじって、そしたらまあ分かりやすく、まあ壊してしまったみたいな感じでですね、まあローズ付けをしてなんとかしのいだのかななんて、勝手に想像してますけれども、でですね、これまあ、一応ローズ付けはこれしてありますけれども、明らかにローズ付けはしてるんですけども、さらにちょっとこう漏れちゃっててですね、サビがこう出てきてるような感じがありますよね。ですので、すいません、この CQ ランプですね、まあ、手に入れるような機会がある場合ですよね、まあ、例えばそれがオンラインオークションとかですね、実際こう現物を見てですね、こうどうなってるのかななんて見るチャンスがないような場合もですね、この裏がですね、こうどうなってるのかななんていうのはですね、ちょっとこう確認されて買われるのも一つの手かなと思います。ですね、本来のその何でしょう、その昔ながらのオークションというのはですね、まあ、当然その前日にレビューできる機会があってですね、それをまあ確認するんですよね。あ、これはここがこういう風な修復した跡があるなみたいな感じでこうレビューができまして、そしていざ当日、見定めた商品に入札して落札っていう感じなんですけども、
実際のところ、eBay を代表にですね、オンラインオークションですと、当然、写真とですね、説明だけが手がかりですので、このあたりでなかなかですね、実際これ、わからないんですよね。で、いざこう落札して届いてみたなんていうとですね、思っていた以上にですね、タンク内が、錆びて、ズボッとこう穴が開いてしまったとか、これと同じような例ですよね。おそらく、こういうところもですね、よほどこのコールマンに詳しい、ですね、出品者ではない限りですね、おそらくこのあたりのことまでですね、気づかないこともあると思うんですけれども、ですね、説明にですね、書かれてることはそんなないんじゃないかなと思いますので、まずですね、古いそのモデルですかね、ざくっとした目安ですけれども、1980年以降ぐらいのものであればですね、よほどのことがない限り、そんなにはタンクがですね、ひどく錆でやられていたりとかですね、ましてはそのズボッと開くぐらいのほどですね、錆にやられているってことは、私の経験上そんなまずないかなっていう感じなんですけれども、あとどうなんですかね、50年代60年代70年代あたりとなってくるとですね、本当にも、コンディション次第ですよね。ですのでどうなんですかね、大体もう1920年とか30年ぐらいの方のものになるとですね、前提としてそれなりにタンク内は錆びたりとかですね、もしくは最悪の場合ズボッとも穴が開くぐらいになっていることも十分ですね、考えられますので、そんなモデルはですね、購入というか落札等される場合ですね、念のためにセラーさんですかね、タンクの中はどうなのかなっていう感じでちょっとこう見てもらうような感じでですね、質問をした方がいいかもしれないですね。すいません。で、あとはこの支給ランプの場合は一つの目安として、裏の写真ちょっと見せてもらえますかみたいな感じで、リクエストを出したりとかですね、あとはこのキャップを外して、サビはありますかですとか、あとはこう、振ってみたいですね。ちょっとサビなんか出てる気配ありますかみたいな質問をされるのも、ですね、いいかもしれないですね。特にどうなんでしょう、最近意外とこう、質問が寄せられるんですけれども、最近この、eBay の、その、相場ですかね、随分こう、上がってきてるようですけども、何か原因があるんですかみたいな、というやつですね、最近多いですね。で、私実際そんなには eBay をこうまめに見たりっていうのはですね、ほとんどしないんですけども、たまにちょっとこう見るとですね、確かにどうですかね、もちろん当然10年前と比べれば高くなってますし、ですね、ここ1年間ですかね、そのいろいろな何でしょう、その理由はあるとは思うんですけれども、明らかに実際の相場以上のですね、ちょっと価格が、ついちゃってるとかですね、つく傾向に、あるのは確かだと思います。ですのでですね、どうなんですかね、実際もう eBay が創業して随分こう、年数も立ってですね、今もオールドコールマン自体がですね、結構この高額で落札されるなんつんでですね、いろんな方がその出品してですね、いろんな状態なものが、出てると思いますし、あとはですね、当然もうアメリカ国内のですね、この、オールドコールマン、ピンからキリまでありますけども、もう相当数が、アメリカ国外にですね、もう出てってですね、どうなんですかね、アメリカ国内でも今もう本当にもうどうでしょう、15年、さらに遡ると20年
以上前のこととですね、まあ比べれば明らかに球数はもう減ってますので、